今回はソニーが出しているスケッチというアプリを使って嘘伝を作ろうと思います。アプリの概要は概要欄にあります。それでは作っていきましょう。で塗りつぶします。
ここからは少し応用。白のグローペンで急行灯をなぞると感じになります。